JR 東海は26日、4月にリニア中央新幹線が出した時速603キロがギネス世界記録に認定されたことを発表しました。600キロ台での走行は山梨県内の実験線で車体の耐久性などを確認するため行われました。リニアは最高時速505キロで開業し、東京名古屋間を40分で結ぶ計画ですが、仮に最高時速を600キロに引き上げると35分前後になります。これまでのギネス記録も同じく JR 東海のリニアが12年前に出した時速581キロでした。